はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビンオリです。本日オリックスバファローズ対ビッグボスファイターズ、はい、今日先発の山岡投手対上沢投手、非常に投手戦が予想されて、しかしオリックスバファローズ今日打ちました。本日オリックスバファローズ上沢投手からなんと9安打を放ちました。そしてフォアボールもね合計5つですね。上沢投手と石川投手を含めてこれだけ塁に出て、で対する山岡投手、今日完投してるんですよね。はい、山岡投手今日完投して、で打たれたヒットは4本のみ。うん、内容としてはこれ勝ったと思うじゃないですか。はい、オリックス9安打打ってフォアボール5個もらって山岡完投、うん、負けてんすわ。今言った内容を聞いたら全部ね、オリックス勝ってんすよ、うん、負けてんすわ。オリックス、なんて本日14残塁ゲッツー2つ、あっとやっとじゃーい。14残塁ってね、得点拒否。初回から宗選手ゲッツー、うん、で中川選手その後出るもマッチョショートゴロ、うん、で今日マッカーシーがよう打ってんすよ。マッカーシーが最初の打席ツーベース打って、次の打席もライト前ヒット。マックは今日良かったんですけどね。うん、ただやっぱね、その繋がってこないんですよね。その後若月選手がね、珍しくヒット打ったりして、紅林選手フォアボールから、これワンアウト満塁のチャンスで4回ですね、これ、福田選手が、レフトフライ、うん、マッカーシー外れず、うん、マック宗選手三振、うん、4回ワンアウト満塁のチャンスを逃しますと。はい、そしてこれ5回もランナー出して無理。なんか毎回ランナー出てるんですよ。7回にしろ、これ中川選手ヒット、増田選手ヒット、そしてマッカーシーがまたツーベースを打って、タイムリー1点入りましたと。ここで義母選手、うん、セカンドゴロ、うん、1点止まり。そして8回も若月選手ヒット、若月選手好調です。そしてベニーが、送りバントをしてから、福田選手センターフライ、うん、で宗選手三振、うん、おい福宗、点を取れるチャンスはいくらでもあったんですよね。そしてこの1点のマッカーシーの、そして山岡投手今日完投してるんですけど、ヒットも4本しか打たれてません。しかしこれ点を取られたのはこれ2回なんですけども、これまず近藤選手をエラーでランナー許して、でそこから石井和成選手が、スリーベース、タイムリースリーベースですね。はい、これで、これで1点取られると、そして5回ですね、野村選手ツーベースから、清宮選手のセカンドゴロ、またこれエラーで、はい、タイムリーエラー、うん、結局山岡投手これ自責ゼロなんですよね。自責ゼロで、うん、2失点それで負け。おい2019みたいなことすんな。うん、結局全部エラーからの失点なんですよ。はい、全部エラーからの失点で、でこっちは得点拒否、うん、内容全部勝ってるけど負けっていう、本当にこれ暗黒チームのやることなんですよ。しかも相手はまあ言っちゃ悪いけど今最下位、独走している、ビッグボス、うん、ビッグボス相手にこれ上のチームはめちゃくちゃ勝ってるわけですよ。うん、ホークスだって楽天だって西武だってビッグボス相手に3連勝とかして勢いつけてるわけでしょ。じゃあオリックスも、ビッグボスさんにちょお世話になろうかということで、これビッグボスさんにさ、それでやすやすとさ勝ちを譲らんでええねん。いやいやいや、ビッグボスに忖度すんなって。俺ビッグボス好きやけど、そんなしょうもないして望んでへんねん。もっとそんなに打ち合いでいい試合をとも望んでんねん。今日の試合もこれただ弱いチームの戦い方です。譲り合いですよ、本当に。うん。暗黒度がビッグボスよりオリックスは勝ってるっていう、それだけなんですよ。ということで、今日ちょっと本当、ビッグボス相手にこれ、初戦勝たないと、これ。ということで、ちょっと今日は、はい。本当いただけないですね。はい、明日は由伸。うん。あえて、伊藤大海投手ですけども、まあ、由伸の試合、これ勝つのが前提ですから、うん、勝ってなんぼですから。で、日曜日勝負、勝ち越しをかけて、はい。明日は何としても勝ってもらいましょう。うん。明日ってか勝てもう。うん。勝つやろ。うん。はい。明日勝って日曜日勝負でおって。はい。よろしくお願いします。はい。今日のラベルは2軍で4の1。うん、結局1軍上がってこうへんのかい。今日の畳は4の0。今日のここで島内は、次の動画で。